蜂の危険性的にはどれぐらいなんですか？これ玄関のすぐ近くなんで、はい、もうちょっと大きくなってくるとちょっと危ないですね。ドアを開けた瞬間に何が起こるか分かんないとか、入る瞬間なんかやられるとか、これだけドアのすぐ近くだとまずいですよね、はい、では駆除します。これだけ近づいても反応ないです。これ、ジョウバチです。あ、ジョウバチです。ジョウバチしかいないんで、これ一匹やっつければいいんです。これで終わりです、あ、もうこれで一撃なんですね。一撃です、はい。今、肩に乗っかってきましたね。そうですね。で、まあ、これは一匹だけだからいいんですけども、うん、ハチクジョウいわき市っていうふうに検索したら割と上位に出てきたので、はい、あ、そうですか、はい、はい、なぜ私を選ばれたんでしょうか、ハチクジョウということで、はい、24時間を対応してくれるということで電話させていただきました。あ、どうもありがとうございます、はい、そこの玄関のところに作られたハチで、はい、アシナガバチ、フタモンアシナガバチっていうアシナガバチだったんですけども、はい、アシナガバチは嫌いですね、当然。そうですね、すごい大嫌いですね。これからご自分で駆除するようなことを考えておられますか？あ、でも今回の、処理で勝手が分かったので、次回からは、程度が低ければ、はい、自分でやりたいなと思います。あ、それも頼もしいですね。どうもありがとうございます。はい、実際、V1 というところを、利用されて、はい、どういう感想をお持ちでしょうか？はい、親切に今後の対応ですとか、あと処理の方法を教えていただけたので、とても対応がいいなと思いました。あ、どうもありがとうございます。